法を中心で学習していると、一生日本語の会話が上手にならないです。筆記試験で満点を取っているが、3、4年勉強しても全然会話がうまくならない。言い間違いが怖く恥ずかしいので話せない。そのため会話のスピードが遅く自然ではない。会話力を向上させたいが、いい勉強方法がなく、学習のパートナーやメンターもいない。リキ会話コースでは上のような問題を解決できます。では、新しいコースの素敵なポイントを3つ紹介します。文法が得意でなくても自信を持って会話ができる。会話で使う文法は JLPT で学ぶ理論的な文法とはかなり異なっているので、 JLPT レベルは学習者の会話レベルに影響が大きくありません。文法の不得意は問題にならないです。筆記会話で勉強したら、あの文法の意味は何ですか？この文法構造は何ですか？知らなくても自然な会話ができます。2つ目は、筆記会話の会話コースに参加すると、幼児みたいに言語を学ぶという学習方法で知識を身につけます。聞く、繰り返して聞く、暗記、真似する、話すというプロセスです。このプロセスは幼児がおじいさんやおばあさんや両親から言語を学び、だんだん大人のように会話の力をつけていくのと同じです。最後は、先ほどの勉強方法と授業中に学ぶ場面学習のおかげで考える時間がかからなくなります。1秒で素早く日本人と対話できるようになりますよ。日常会話からビジネスコースまで幅広い目的に応じて、本コースは5つのレベルの授業があります。ベーシック、日常会話1、日常会話2、ビジネス1、ビジネス2。日本人とベトナム人の先生は日本語の会話指導経験を2年以上持っており、ベトナムと日本のトップ大学を卒業しました。自分のニーズに応じてオンラインとオフラインの授業を選択できます。コースを終了した際には次のような成長を約束します。能力の成長、生活や仕事の場面において聴解能力が2倍伸びます。自信、自然に会話ができ、自信を持って日本人とコミュニケーションが取れます。スピード、日本人との会話で素早く反応でき、会話を長く続けることができます。その上、コースを申し込む際に発音、会話の練習ビデオパッケージを無料で差し上げます。早くコースを申し込んだ方に3000円を授業料から差し引きます。詳細は動画の下のディスクリプションのリンクで筆記会話への連絡をお願いします。日本での生活と仕事がうまくいくためには JLPT だけではありません。筆記会話の新しい会話コースに参加し、たった1ヶ月半で会話能力を向上させましょう。お申し込みをお待ちしております。筆記会話